はい、皆さんこんばんは。それではようやく、前言ってたハスタートと虹色のサラセット組んでいきます。いやマジでようやく、もうこれは加水しました。1万円以内ということでやってる、やるんですけど、まずマットは5400円で、何リッターかな、13リットルかな、見えるかな、よいしょ、これ白菜の箱に入ったやつをもう取りました。よいしょ。で、材は、これ200円のやつを2本と、300円のやつを2本使います。で、容器は、800円の小馬車を使っていきます。ちょっとやっていきます。まあ兄貴の部屋と違ってちょっとやりづらいですけど、まあいつもやってないことだし、もしかしたらいつもとは違う感じがあるのかな、なんかな。いやしかし本当新しいところで働いて、実際ちゃんとした休みっていうのはまだ会社的には1回かな。でもそれってレプタイルのイベントに出てたんで、実際まだ休み1回も取れてないんですよね。だけど前回当選したトモルネさんの用品もまだ買えてない状況です。ほんとすいません、トモルネさん必ず絶対買っておきます。もうしばらく、もうちょっとほんと待ってもらって、もしあれだったら桑田フェスティバルで何か買えたらなって思ってますけど、やっぱ200円硬いのかな。芯はめちゃくちゃありますね。こっちか、芯はめちゃあるけど硬すぎないって言いたいな。生体がちっちゃいんでですね、本当はこんなに立派な材を使わなくてもいいんでしょうけど、まあ実質一発目なんで、自分は、まあ、期待を持って、まあ虹色なんかはめちゃくちゃ産むみたいなんでですね、環境が良ければ。この用品とかはもうちょっと今回勘弁してください。本当はこういうのも揃えたかったんですけど、どうしてももうちょっと休みが来る前に整体がちょっとやばい感じになりそうだったので、ちょっといろいろ使わせてもらいました。実はあれからはもう本当マットと材とケースしか買ってない状況です。でゼリーなんかも頼んでるあれやったんですけど、ちょっといろいろありまして、まだゼリーも来てないと思います。なんで今日は兄貴の健やかゼリーをちょっと使わせてもらいます。プロゼリーはちょっとなしで、こんな感じかな。これ加水しました。パーセントは今回測ってないな、まあ大体です。
在位結構湿気持たせてるんで、まあそこまで加水がしてないですね。どのぐらいかな、パーセントは分かんない、考えて考えても何も出てこない。よし、じゃあやっていきましょう。いつもと一緒っすね、兄貴と一緒にやってるやつと一緒。あ、雑誌がねえな、雑誌がない。まあいいや、壊さないよ。あ、これあれやん、疲れるけ、黙ってしょ。よいしょ。いや、てかあれっすね、みんななんかな、どんな仕事してんのかなとか考えますね。コメントくれる方とか、ご視聴していただいてる方とか、動画出すのが大体もう本当、まあいつも深夜というか夜だったんですけど、まあそこから先でも結構見てくれる方もいるから、もう夜型の人も多いなって思ったりもしたり、みんなどういう仕事してんのかなと考えてますね。あ、これめっちゃきちい、これあれか、上から押さないからきちんか。まあ自分は多分給料面ではめちゃくちゃ良くなったんですけど、まあ、拘束というか、やっぱ働く時間はめっちゃ長いっす、マジでやべっす。いやもう実際マジで休み1回っすもんね。仕事自体が面白くてしてても何の苦でもないですけど、やっぱこう帰る時間が遅くなるから、どうしても動画も撮れないし、手伝いも少なくなってくるし、まあ兄貴は兄貴で心配してくれてるみたいだけど、まあもうちょっと落ち着いたらまだ良くはなるんでしょうけど、なんかな、まあ今は厳しいっすね、なんだかんだ。マジ虹色とかにこんでけえ材を2本ぶち込むの多分相当いいんじゃないかな。帰ってきて餌やりして寝て、ちょっと隙があれば動画を出してみたいな。なんでまあ本当毎日更新みたいな感じでしてて、ちょっとそれは恥ずかしいっすね。でももうまあ良くなると信じて、そのままのタイトルというかあれは変えないですけど、まあすね、まあ応援してくれてる方も本当いらっしゃるんで、良くはしていきます。絶対絶対って言ったらいけないのかな、良くしていけるように頑張っていきます。よいしょ、こんなもんかな、もうここは手で固める程度で最近はいいのかなとも思ってます。おし、じゃあまあ今回いい皮な、皮を入れて、転倒防止の皮入れて、いいな、いい感じじゃん。あ、でもなんかあれやな、取っかかりがいるって言ってたな。取っかかりはどれにするか、まあ、このわたわた入れてみようか、もったいないし捨てたくないから、あんまり貧乏というか、マットはちょっともったいねえだな、マットはもったいない。まあメスが喜んでくれる環境ができたらそれが一番いいんだけど、
まあ、いいんじゃない、いいんじゃないかな。 OK、 じゃあ次行きます。もう次のは取らないです。疲れた疲れた、マジで疲れた。よし、やるか。まあ、今日の主役ですね。主役というか、まあ、整体ですね。よいしょ。まず虹色、これ見えてるかな。こんなもんかな、場所は。はい、もうこれペアで入れます。よいしょ。しっこしっこいな。はい、で、はい、ハスタート。これはもうオスは顎縛ってますじゃなくて、縛ってもらってます。すげえ難しかった、マジで難しい。俺にはちょっとまだ無理でしたね、こいつの顎縛るのは。まあ、メスをやる可能性があるということで縛りました。よし、お待たせやな、ほんとごめんね、遅くなって。結構強いな、手袋やめた。フックがすげえ。まあ、あとは兄貴から健やかゼリーを拝借して、拝借しまくろう。まあ、カッターとかちょっとなかったんで、もう剥いていきます。まあ、虫が入らないように早くしないと。いや、このサイズのマジメスにこのでかい入れ物、結構頑張ったな。実際いくらぐらいかかってるのかな。800円、200円、300円、1300円のマット。マットはでも、そうか、4分の1ぐらいか。いや、4分の1も使ってない、5分の1ぐらいか。5分の1で1000円ぐらいかな。まあでもこのセット2000円はかかってるな。2000円が2つ、整体は5000円、まあ9000円かかってるのがこの時点で。まあ、どっだけ取れるかっすね。実際こっちの方はあんま期待してないね。期待してないって言ったらまずいか。大きいの出したいなと思ってますけど、まあちょっと虹色ではやってみたいことがあるんで、それでやってみようかな。とりあえず6個入れようか。そうか、携帯で撮ってるからサムネが撮れないや。ここで終わっちゃおうかな。おとなしいね、あと。よし、じゃあこんなもんかな。こんなもんかな、もう疲れたな。まあ、ほんと1ヶ月は空けたんだな、前回からやりますって言ってから。まあ、これ本当はサブチャンネルでやりたかったんですけど、まあちょっとそこまで今どうしようもできないっていうことで、本ちゃんの方でちょっと、まあちょっと変えてやっていきます。あんま勝ってねえじゃんとかは思うかもしれないですけど、まあそこは今んとこ勘弁してください、申し訳ない。よし、それでは急ですけど、ご視聴ありがとうございました。私は片付けてもう寝ます。1時5分、あ、でもまだ寝る時間じゃねえか。それでは本当ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイ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 。片付けゴツが大変じゃん、この会社から見て。叩かれる。
うぞ。なんかわけわからんゴミもあるし、もう濡れとるし、もうなんだよ。よし、あ、おしりばっかりゴミだった。